本当のあなたと再会できたのに、また離れ離れになっちゃうんだね。宇宙の時の流れに比べればほんのわずかの間です。きっとまた会えます。だから悲しまないで、シオ。あなたらしくない曖昧な言い方ね。今の私らしい言い方だと思います。これもあなたのおかげです、シオ。ありがとう。ううん、私の方こそ今までありがとう、コスモス。行ってきます。行ってらっしゃい。さあ始めよう、コスモス。僕の力を解放して。わかりました、イエ王子は。彷徨う意識たち、我が内なるゆりかごへ。クノーシスがネピリムが集めてるんじゃないのか。いや、それにしては様子がおかしい。嫌がっている。あのグノーシスたちは一つになることを拒絶しています。ううん、怖がっている。そんな、それじゃあケオス君たちは。兄さん戻って。このままだとケオス君たちが。いけません。彼らに託された私たちの使命を忘れたのですか。そのために彼らは残ったんです。兄さん。シオン行こう。俺たちは俺たちでやるべきことがある。そうだろう。
全ての意識を導くことは無理なのか。領域シフトまだかかります。コスモス、それまでの間ここを守ってください。了解しました。よし、あそこまで行けばエルザまであと少しだ。兄さん、おい、まさか。さすがにケイオス君やコスモスでもあの数のグノーシスは対処しきれないでしょう。アシェルに乗っている私が行けば少しは役に立てる。そんな、一人で行くなんて無茶よ。行くなら私たちも。シオン、お前にはまだやるべきことが残っているのでしょう。ダメよ、兄さんがいてくれないと私一人じゃ何もできないわよ。何情けないことを言ってるんです。あなたは一人ではない。素晴らしい仲間がいるでしょう。シオン、私は決していい兄ではなかった。お前に辛い思いばかりさせてきたね。もっともっとそばにいてあげればよかったといつも後悔していたんです。だから最後ぐらい兄らしくさせてください。どうしてそんなこと言うのよ。今さらそんなこと言うなんて卑怯じゃない。悪いのは私だったのよ。兄さんはいつも私のことを考えていてくれた。分かってたの。でも私が素直じゃなかったから、恥ずかしくて照れくさくて兄さんを遠ざけていたのは私の方なのよ。兄さん、辛い思いをさせてたのは私の方なのよ。ごめんなさい兄さん、ごめんなさい。何を謝ることがあるんです。お前は私にとって素晴らしい妹だ。お前は今まで辛い思いばかりしてきた。だからね、今度は目いっぱい幸せになる権利がある。兄さん。アレン君、ふつつかな妹ですがお願いいたします。ジンさん。なに、いずれ会えるってケイオス君たちも言ってたでしょ。それに学級を信条とする私としてはロストエルサレムという地にいささか興味もある。兄さん。では皆さん、お達者で行ってきます。強がっては見たものの、やはり臆病だな私は。さて、最後の一仕事頼みますよ、アシェル。ミクタムを発生源として宇宙全域の UMA のコラムが消滅していきます。各
宙域との通信途絶、状況がつかめません。なんですって？ものすごいスピードだ。このままだと全てのコラムが消滅するまで10分とかからんぞ。先輩、一体あの場所で何が起こっているんだ？くそ、次から次へとお上際の悪い人の親切は素直に受け取っとくもんだぜ。もう大丈夫か？はい、まだいけます。エルザまであと少しよ。みんな頑張って。シュン、立てるかい？うん。よし、行こう。しまった。ジンさん、ここは私たちが。だから急いで。すみません、お願いします。中断な。よかった、無事でしたか。船長、緊急発進だ。現中域を離脱する。了解。ちょっと待った、ケイオスたちは？ケイオスたちにはまだやるべきことがある。そして俺たちもまだやるべきことがある。そういうわけさ。そうですかい。あいつらしいや。よし、トニー、エルザ急速発進。アイサー、行くぜ。私は大丈夫です。それより急いで。はい。我が人生、思えばこれほど静かな時はなかったな。
私はこれを求めていたのに。いざその時を迎えてみると、かつての喧騒が、あの目まぐるしく変化する日々が、むしろ懐かしい。だがこうしているのもまた心地いい。いつでもネピリム。さあジンさん。ジンさん、ありがとう。そんな時にまだ。コスモス、ありがとう。あの時私はあなたを守れなかった。だから今度こそ私は。後のことは頼みます、シオン。我がゆりかごに集いし意識たち、すべての始まりの場所、原初なる地へ、いざ。
確かに探知されてます。マジか？ケオス君よ、ケオス君たちが守ってくれているのよ。位置は？座標 B03117、 すぐ近くです。よし、進路変更。座標 B03117。 マイスター、コラムパルス有効領域まであと60。チキショウ、ここまでなのか。チビ旦那、ワグナーって聞いたことありますか？この船はローエングリン級航宙貨客船、その姿は白鳥の騎士のごとくってね。トニー、オーバーブースト！ナイサー！有効領域まであと20。船長、電車機の作業は。このままだとどこに出るか分かんないっすよ。どこだろうと構わねえ、ここにいるよがマシだ。有効領域まであと10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。トニー、いけ。EPR レーダー消滅、 UMN からの情報もありません。場所の特定は不可能です。まさか宇宙の果て。なんだ、通信か。バカ、 UMN がなくなってどうやって通信するんだよ。これ電波方式の通信っすよ。またあんな黒な通信手段で。応答できるか。はい、やってみますね。初稿だ。まったく、あの子ったら。